風が窓を開けて、コップの縁を撫でる。あなたの来た目をした、二の腕から首筋まで、雲は自然に任せ、今日も街を盗む。
今日はありがとうございました。お疲れ様でした、菅原慎一さんとそれから松村匠さんの2人に今日は前半部分のこれは菅原慎一さんが作られた劇版、まあ、映画音楽をね今日はたくさん13曲披露してくれました。短い曲もあれば、ね、本当にこうでも一曲一曲編成が変わっていて目まぐるしくこうね動きを見ているだけで面白かったんですけど、さあお二人いかがでしたでしょうか。お疲れ様でした。お疲れ様でした。目まぐるしかったですね。目まぐるしすぎて疲れました、ね。いや本当にみんなに感謝です。意外と僕が一番何もしてないっていうか、あの結構匠さんとはタッグを組んでいて、ドンテンタウン、2019年ぐらいから多分全部の僕の映画の仕事を関わってもらうところはあってますね。全部させてもらってますね。うん、今日はねその、まあ、お二人。菅原さん、それから匠さんの2人に加えて全部で、6名の方がねでしたっけ、はい、出たり入ったりというか、うんうん、これはすごいなと本当に思ったんですけど、こう13曲 まあ、やる中でこうリハーサルすごく大変だったんじゃないかななんて思いましたけど、実際準備ってどうなんですか。それは実は1回だけ前日に1回だけ、昨日の夜に3時間だけしかやってない。まあその前ズームでミーティングみたいなのもあったけど、それぐらいですね。まあ、今日はねその菅原くんの新しいバンドのサモエドの、まあ、前の、前半部分に出ていただいて全く違う菅原くんの側面を見せてくれたと思うんですけど、でも今話してくれたように菅原くんにとってその匠さんは割とこうもうこういう劇伴の仕事には欠かせない存在？そうですね。いつからそもそもお二人のお付き合いって始まったんですか？あの菅原慎一バンドのドラムの水谷くんが紹介してくれたんですけど、彼が七針とかでペノっていうバンドをやってる時に、僕の共通の友人がいっぱいバンドメンバーにいるうちの一人が匠さんだったんですよ。で今はね、キー池袋のミュージックオルグにもうノリで来てもらって、その場で初対面で吹き込んでもらったんですね、僕のソロに。懐かしいね、あれ。あれ何年？もう200010年は前じゃないか。2010ぐらいです。11とか12ぐらい。11、12ぐらいだから9年、10年ぐらい前になっちゃう。そうですね。その時匠さんはどういう状態だったんですか。うん、どういう状態？どういう活動をメインにその時？その時は2年ぐらい前に辞めてしまったんですが、1983というバンドに所属していて、でそこにそのドラムの水谷くんがいて。うん、でなんか菅原くんがなんかいい人いないみたいに言ってて、なんかちょっと行ってみたら面白いんじゃないって言って、そのオルブに真っさらな状態で行って、どうもっつって始まってでこういう曲があるんだけどってその場で聞かされ、とにかく吹き込んだみたいなのが、うん、じゃあもう10年来の付き合い、うん、そうですね。実際
際にそういう映像に音をつけるっていうようなお仕事っていうのと、そのまあサモエドもそうだし、これまで本当に普通にポップミュージックを作っていたソングライティングの部分との一番のこうなんだろう、まあ違い、菅原君の中でのこうチャンネルの違いってどういうところになりますか、ね、あ、結構それ明確で、あの劇伴の仕事ってもうかなり自分が漂白されているというか、その自分が考える音でその社会との接点はあるっていうところが、まあ自分が一番音楽やってる理由なんですけど、それが自分のその考えとか声とかそういうのを抜きにしてどんどん漂白されていくというか、作品のものとして機能するっていうところがあります。でサモエドはだから違いますよね、自分の声で自分の言葉でやってるっていうのがあるんで、そこは大きい、あれ違いの話でしたっけ、うん、ですね。結構客観的に自分の作る音を捉えてるところがあると。どっちもそれは共通してます。うん、特にサモエドはそういう作業を、多分今までできてなかったことをやろうっていうのはそこだと思います。たくみさんから見てそこら辺の違いというのはどういうところに感じますかね。あ、菅原くんの衣装とか、そうだな、なんかやっぱりなんか菅原くんの、まあ僕もそうだけど、まあ音楽やる人みんなそうだけど、やっぱりみんないろんなものを持ってるじゃないですか。バンドでやってるものだけがその姿ではないですし、でなんかそのいろいろ聞いてきたものとか今まで感じてきたものとかいろんな面があると思うか、そういうのがまた違う面で出てくるのもやっぱ面白いのかなと思いますよね。なんか菅原くんすごい優しい男のイメージがあるけど、やっぱりすごいちょっとなんか暗い面とか怖い面とかそういうのが見え隠れすると思うと、やっぱりサントラ聴くだけもそういうのが出てくるから、そういうのが面白いのかなとか思いますね。今日ってその混ざってたというか、即興感と決まってるスコア通りやるが混ざってるし、メンバーも多分それぞれ思ってること違ったと思うんですよ、今日のアプローチ。なんかそれが、まあ、ミスとかも俺もしちゃったけど、なんかそれ含めて俺は 愛せる感じでした ね、うんうんうん、なんかね、パーフェクトじゃないのが、ま、いやそうなんですよね、うん、パーフェクトものって作れないし、ね、つまんなかったりするし、うん、つまんないですね、うん、今回っていうか、まあ、菅原君と一緒に劇伴の仕事やるようになって、なんかそのこういうところが挑戦できているっていうのは楽器以外にもなんか吹き方弾き方とかであったりしますか。あ、あります、たくさん。あのなんとか僕結構ジャズのフィールドで吹いたりするんですけど、そういう時も思いっきり自分を出すんですよ ね、っていうかじゃないと成り立たない音楽なので全部自分をさらけ出すってやってるんですけど、菅原君とやる時は別に自分を抑えてるわけではないんですけど、全部を出すんではなくて、なんとかね、いいとこだけ出すというか、うん、この曲に合うところの面を出していくみたいなのがあるので、やっぱり自分は結構切り替えて演奏はしてますよね。それちなみに劇伴と菅原慎一バンドでも違います？あっとね、結構違うかも、気持ちは。でも出てる音として感じられてるかちょっとわかんないけど、いや全然超感じます。あ、感じる、超感じる。だからそのさっき言った社会との接点っていうか、そういうとこの割り切り感みたいのが多分たくみさんと常にコンセンサス取れてるんですよね。あの多分だからそこがそのうまくいってる秘訣なのかもと思った今。そうなのかも。うん、だからそうっすね。でも誤解を恐れずに言うとやっぱ仕事なんですよ、劇伴って。だから僕はその映画すごい好きなんで、映画のことをまずリスペクトしてるから、そこの人としてその機能しなきゃいけないっていうのは完全にあるんで、そこが多分その今たくみさんが言ったところでコンセンサスが取れてるっていうことですね。なるほどね。でもそういうこうバンドやりながらこう劇伴っていうか映画音楽の仕事をやるっていうアーティスト海外でも結構増えてるじゃないですか。そう、ナショナルのね、ナショナルとかブライス・デスナーの兄弟とか、はい、とレディフェイトのジョニー・グリーンウッドとかって、うん、まあ、バンドの一員としての側面とは違う自分の持っているその音作りの創作性みたいなものっていうのかな、クラフトマンシップみたいなものがそういうところでも出ていて、菅原君もまあサモエドとこの劇伴の仕事をこう並走させていくにあたってはなんか共通するものがあるのかもしれないって思いました、はい、思ってます、うん、でもやっぱりその日本って結構その業界の構造がやっぱりどうしても僕みたいな人は多分映画音楽とかやりづらいと思うんですよ今。だからなんか関係なくやっていきたいっていうのはすごいありますね。海外とか、まあ、韓国とかも結構バンドマンとかがやってるんですよ映画の劇団。だそういう仕事もっとみんなに行けばいいのにって思ってます、うんうん、だからそれをちょっとなるべく実践してるというか意識はありますね、うん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 、
なんかでもこういうね、あのサントラを再現する機会ってなかなか見るチャンスがなくて、またこういう編成でライブとかもやってほしいですけどね。そうですね。でも菅原君よくサントラライブやるよね。木を見て、一度デンタウンの時もやったし、デンタウンの時やりました。今回もあるし、うん、またやれるといい、ね。でもそのお声掛けいただいてるからできる。自分でやろうと思うとなかなか大変ですね。はい、これのおかげでケツ叩かれました。ありがとうございます。はい、あ、また呼んでください。はい、ありがとうございました。お疲れ様でした。ありがとうございました。